もう壁にちょっとカメラをクリップで置いてあるだけなんですけれども、それが自動的にこうスイッチングをして映画のような配信ができるというスタジオがヒマラヤのスタジオコンセプトです。だから居酒屋案内人として僕が一番好きなのは渚健一さんですよね。ああ、渚さんが好む店は大体いいんだよね。そのトレースしていくとこ大体。小田和彦さんのすごいセンスいい店なんだけど、やっぱりちょっとねハイブラウスってね。科学的にもね。こう来たらこう来るだろうっていうところをあえて外す、うん、ストライクゾーンじゃないところをあえて外して思いっきり投げることによって出てくる言葉の化学変化ですよね、うん、まあ、昔の言葉で言えば「イカ作用」という言葉もありますけれども、うん、その言葉の本来持ってる意味合いとは別の何かこう意味合いであったりとか、うん、別の側面というものがこの見えてきた瞬間に、うん、その言葉が普段使われているもう常識的に使われている日常的に使われているものではなくて、うん、歌詞になったり詩になったりするんですね、うん、ですのでこう、まあ、言い方が正しいかどうかわからないですけど、江戸時代のこう身分階級でいうと日本でいうと士農工商 DS っていうぐらいDS は商売よりももっとこうもっとなんか悪どいというか、うん、なんか下にっていうのはあると思います。それはこう大きな企業のグループ企業の中でもディスカウントっていうのはこう順番からしたら下なんだみたいな思われ方をするんで、だから日本なかなかこうこれはもう我々ビッグエイという会社の自己反省でもあるんですけれども、距離長いじゃないですか、はい、そうするとタイヤってこう減ってくるわけですよね、はい、そうするとずっとにニュートラルステアじゃないわけですよね。変化するわけです。燃料の量も変わるし、タイヤの摩耗度合いも変わってきてるから、うん、最初はニュートラルでもだんだんオーバーなっていったりアンダーなっていったりするし、しかもコーナーごと違ったりするでしょ、うん、だからそれをそういうのがこうお客さんに見えないのが問題なんですけど、そうですね、だけど、うん、そのドライバーは4つのタイヤにかかるこう、うん、荷重をですね、うん、コントロールしながら走ってんですよね、うん、いや本当にそうですね、感じながらうまくできるのが決勝に速いドライバー、うん、その腕を買われて今度は中国に行った。それがだから昭和の昭和入ってから、もちろんもちろん、だって俺が生まれてから、俺が3歳の時に一緒に行ったんだよ。あ、中国行ったのはそうなんですか。そうか、うん、じゃあ昭和の15年とか、ね、そうだよな、終戦5年前だな、うん、で行って西南っていうところにいて、うん、そこに酒屋作って、じゃあ本格的に酒屋作り酒屋やったのは中国なんだ。そうで、うん、青島2枚やった。青島で何年かな、うん、カンボジア。カンボジア、なんで覚えてんの。なんかアンコールワットがなんかすっごい面白かったから、うん、いっぱい怠けじゃないや、仏様がいたから、うん、みんなこうでねお祈りしてたもんね、うん、でもさあのアンコールワットの真ん中ってなんか大風呂みたいなのがあって、その真ん中で立ってなんかやると願いが叶う的な場所があってね。まあこのようにですね、ここ半年で取りためたものを今編集したものなんですけれども、僕が目指したいのはこのスタジオで作られたバラエティではなくてドキュメンタリーのようなものをここからいっぱい出したいと、そういう思いがあります。で、出演者の人にとって重要なのはこれは映ってる人しかその場にいないということなんです。スタッフが誰もいないんです、このスタジオの中には。まあ、最初だけ言いますよ、僕が言いますけれども、始まると無人になるわけです。もう当事者しかいない。その状態にすることによって、あれこれ何のためにやった、配信だったっけみたいな、スタジオだったっけみたいな、なんか本当に知り合いと気の置けない仲間と飲み屋に行ってスナックに行って飲んでるかのような、そういう空間にしたいと思いました。そして僕自身管理人としてこの半年50本以上の番組、もうさまざまな話題です、いろんなナビゲーターゲストの人に出会いました。だから人と人が刺激を受けてどんどんグルーブしていく、そういう化学反応をモニター越しに隣の部屋から見るということをやってきました。なのでヒマナイヌスタジオのコンセプトはとてもシンプルです。目的はただ一つ、その人の一番いい表情を引き出すための装置でありたい。じゃあそのためにどんな設備やシステムが必要なのか、
まずシステムより居心地を最優先に設計する。映像というのは映像制作の場合カメラが最重要です。カメラに一番いい場所を与え、カメラに一番の権限を与える。そうではなくてこの場所の場合は来た人が自然にそこでお酒を飲みながら饒舌になるという空間を作りたいので居心地を最優先に設計しました。そのために機材は限りなく存在感がない方がいいと思いました。大きいカメラ大きい機材を使っていい映像が撮れるのはこれも当たり前ですよね。でも なるべく小さな機材、なるべく最小限、なるべくギリギリのライン、まあ、それはコストの問題もあるしサイズの問題もあります。なるべくベストなパフォーマンスを出す機材だけで最小限で構成したい。じゃあその設備とシステムは一体どんなもので組んだか説明していきたいと思います。まずひまな犬スタジオという場所の空間レイアウトについてお話しします。まあ、7坪 7.5 坪ぐらいの場所なんですけれども、ドアから入ると手前と奥に、まあ2つのエリアがあります。で手前をですね配信エリアにしました。ここにはですね先ほど見ていただいたバーカウンターが、まあ、1枚板があるだけなんですけれども、まあ、そこにこう IH コンロとか冷蔵庫とかがあって、こちらに、ラックがあると。でいつも MC、まあ、ゲスト、あ、MC、ゲストじゃない進行役ですね、 MC の人はここに座ってくださいというふうに言ってます。そして対談の場合、まあ、差し飲みですよね、差しで喋るという場合はこれキャストの C なんですけども、 C1、C2 で対談をしてもらいます。そして定談の場合、3人の定談の場合は3人目をここに座っていただきます。でカメラは全部この壁沿いに配置してありまして、まあ、ここが動線ということもあってですね、ここ1本もケーブルを通さず頑張りました。でパッと見た感じはカメラがこうあんまり見えないようになってます。で重要なのが映画でいうこのイマジナリーラインっていうのがここにありまして、ここが想定のイマジナリーラインなんですけども、これより向こうにカメラを置いてしまうとカットの切り返しがおかしくなるんですね。なのでこのラインよりこっちで自動スイッチングのカメラアングルで破綻しないような絵を構成するという前提で設計してあります。そして奥にはですね大きなテーブルがありまして、ここにまあ大体12人ぐらいゲスト、12人分の席があります。なので収録だけ配信だけする場合はここで2人だけでやって、僕はここの配信機械ラックで最初のチューニングをした後に外へ出て、先ほどのキッチンカウンターのある場所で酒のつまみを作って時々ゲストに出すみたいな、そういうことをやってます。で公開収録の場合はこちらに人を入れます。12人、場合によっては有料でやる場合もあります。1人3000円とか4000円取ってそれをスタジオ代に当ててもらったりゲストへの謝礼に当ててもらうという場合もあります。なので、まあ、配信エリアとこの交流エリアというのがつながっているというのが空間的なひまスタのレイアウトです。次に皆さんが一番気にしてらっしゃる機材のレイアウトを見てみたいと思います。機材のレイアウトはこうなっております。今カメラ位置はここから撮った写真がこちらになりますけれども、まあ、このようなよく見ると本当にしょぼいカウンターなんですけれども、演者さんがいると。そしてここに機材ラックがあります。でここにこのこれニトリ の棚なんですね。800円の1個、これ便利なんです。ネジが2個でこうつながるんですけども、まあ、ここにカメラがついているという状態で、まあ、パッと見た感じはなんとなくこの大きな機材は見えない感じになっております。そしてメインの機材は VR4HD です。これにする前に V1HD も使っていましたけれども、まあ、音声の面ラベリアマイクを4発使いたいみたいなことがありましたので、VR4HD にグレードアップをしました。で、まあ、やっぱりこれで A4 サイズぐらいですから A4 サイズの VR をこれあのノートパソコンをこう DJ さんとかがこうちょっと立てて使うやつありますよね、あのアルミの。それにしてこう少し手前に、スラントさせて下にあのハブとかスプリッターとかを入れてあります。でこちらが、ライブシェル X、 こちらがライブシェルプロ、これで3系統これで1系統配信できるので同時に4つのプラットフォームまで、まあ、配信できると
まあ、ライブシェルプロいろいろあのライブシェル X 癖がありますんで、同時に3つできない場合もありますけれども、まあ、一応4つまで、この部分だけで、あとはパソコンから制御すれば配信ができます。まあ、レコーダーは安いゲームレコーダーを使ってるんですけれども、まあ、このあたりはアトモスのレコーダーみたいな信頼性の高いものでやった方が本当はいいです。でも今ちょっとまだコストがかけられないので、こういう安い機材で、ファーストレコーダー、セカンドレコーダーにしています。はい、機材ラックはこんな感じです。まあ、ラックといってもだからテーブルの50センチ四方ぐらいですね、こんぐらいの後ろにありますけれども、こんぐらいで済んでるというのがここの機材ラックです。このラック自体はキャンプ用の、キッチンカウンターですね、こう折りたたむキッチンカウンターで作ってあります。そしてモニターです。VR4HD の4つの入力とプログラムアウトが、出る AD テクノ、ここで売っておりますのモニターに出しています。で横にカメラがある。で、まあ、システムマップというのもありますけれども、ちょっと解像度があれなので皆さんがあんまよく見えませんが、こういうふうになっております。まずカメラですね。カメラが一応1,2,3,4,5,6個あって、そのうちの4個を使うというような仕組みにしてあります。まあ、この配信はこの4つでいこう、この場合はこっちのカメラにしようみたいな、まあ、いわゆる物理的な差し替えですね、物理的な差し替えでやっております。で、これが VR4HD に入ってるんですけれども、さらにカウンターの上にですね、サブスイッチャーで V1HD が入ってます。これは何をするためのものかというと、MC の人が自ら自分のスマホや iPad やパソコンの画像を途中でインサートできるようにしました。例えばタイトルを入れたいとか、この前のイベントの写真を出したいという時に、せっかく無人で回ってるのにちょっと河合さん来てくださいって言ったら自動スイッチングスタジオになんないので、いやもうあなたがやってくださいということで、もう MC の人が自らやれるようにしました。これやってみると非常に難しいです。自分でやってても難しい、俺は今カメラ目線じゃないよな、じゃあとかやって、これは相当高度なんですけども、やれる人を育成していきたいと思っております。で、それがスイッチャーに入っていまして、音声はゼンハイザーの AVX、 これいい音しますなかなかお値段もいいんです。1個8万円もするんです。9万円だったかな、だからこれだけで相当また高いんですけれども、まあ、ここに一番お金がかかってる、スイッチャーとこのマイクにお金がかかってる。あとカメラは、まあ、後で説明していきますけども、まあ、ルミックスの GH2 というかなり古いものを使ってます。今だと GH5 30万ぐらいですけれども、30万4つ買ったら120万ですから、えらいことになりますから、まあ、ちょっとまず中古でやっていこうということで古いカメラを使っています。ただしレンズは比較的いい単焦点レンズを使っています。で、そのスイッチャーで、スイッチング、自動スイッチングされたものが、スプリッターに入り、ここ必要なんですよ。やっぱりVR4HD クラスのものというのはアウトが少ないので、業務機の V60HD とかそういうのはいっぱい出るんですよね、いろんなものがね。で、うちの場合はまあいろいろ最初4系統でいいかなってスプリッターでやってたんだけど、4系統で足りなくなって結局8系統のスプリッターにしてますけれども、それをローカル録画の、ローカル録画の、第一レコーダー、第二レコーダーに送り、さらに10秒ごとに JPEG をキャプチャーするというね、ゲームレコーダーがあるんですよ。これすごい便利。ゲームレコーダーって普通押したりこう静止画録画撮るだけですけど、この X キャプチャーミニはね、10秒ごとにキャプチャーするんですよ。だからプログラムアウトをね、1回の1時間の番組すると300枚ぐらい撮れるんですね。300枚撮れると必ずどのアングルも撮れてるし、ゲストの人のいい表情が絶対にあるので、そういったものを後でこのプレゼンでもお見せします。で、さらにそれが AV アンプに入り、後ろのスプリッターに入り、プロジェクターに投射されている。そのプロジェクターを、観覧者が見てると。音は生の声を聞いてて、絵はすごい大きい画面でこういう感じで、飲みながら見てるという状態になってます。映画館みたいな。で、それが、配信されるのは、ライブシェル X とかプロとか、あと場合によってはワイヤーキャストの入ってる PC を持ってきたり、まあ、VR4 は USB でも出てるので、まあ、パソコンで直接配信もできるんですけれども、まあ、パソコン系はあんまりこうごちゃごちゃ置きたくないというのもあって、うちはハードウェアエンコーダーを使ってます。それが有線 LAN につながっているという形になっています。さあ、カメラポジションです。カメラポジションはとても重要なんですけれども、主に使うカメラはこの5つあります。1カメ、2カメ、3カメはアングルが2つ選べるようにしました。そして4カメがあります。1つずつ説明していきましょう。
まずこの配信ラックの横にこのようなカメラがあります。これがバーテンを狙っております。でこれは普段配信では見えないアングルなんですけれども、まあ、こちらからしかね撮らないような仕組みになってますから、それをこちらから撮るとこういうふうになります。どうでしょうか。カメラここにさりげなくステルス仕様で置いてあります。全部クリップ三脚です。だからまあこのゲストの方も来た時にすごい大きいカメラが三脚でバン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 ってあるとか、照明がうわーって立ってるとか、そういう雰囲気じゃないんですよ。入るとえここスタジオなのとか、え飲み屋なんですかみたいな、そういうムードに感じさせるように極力機材の存在感を消してあります。こちらのカメラこういう感じになっております。もうこういう壁ギリギリだと液晶がこう逆転できなくて、こうね水準器とかいろいろつけて前から操作するようにしてますけれども、こちらのカメラ、こういう感じになっております。こういう感じです。だから全部クリップ三脚、自主映画やってた人これ懐かしいでしょ。 ZX300、 はい、この真ん中のカメラですね。センターこのカウンターのセンターのカメラですね。そして、後ろのカメラ、これがですね非常に難しい位置に設置したんですけれども、この MC の人が、まあ、体の揺れがありますよね、こう喋ってるうちにね揺れるとね、この MC の人のボケ、前ボケが画面の右に少し入ってくるというね、すごい攻めてるんです。自分としては攻めてる位置にこう置いてありまして、まあ、MC の人のこう影が少し入ってるぐらいが面白いかなという位置にあります。 Amazon のアレクサもここにあります。はい、そしてカウンターの前にこのセンターにですね、置く場合もあります。僕は結構この絵が好きなんですけれども、このカメラ自体はちょっとこのカメラに映っちゃうっていう問題があったりとかして、最近はちょっとこちらをお客さんにはお勧めしてるんですけども、自分自身がやる番組の場合は、まあ、カメラが映ってでもこの近距離線、近距離で、面白い表情を撮りたいというので、こっちを使ったりします。さあレンズセレクトです。まあ、今回ルミックスを使ってますので、これ別にルミックス、マイクロフォーサーズじゃなくてもいいです。 E マウントでもフルサイズでも、それは予算に合わせて何でもいいと思いますし、でもなんでビデオカメラじゃないのかというと、ビデオカメラでは印象に残る絵にはなりません、なかなか。でうちの配信が無人で自動でやってるにもかかわらず、なんとなくいい感じって思われてるのは、もう一重にボケてるからですね、背景が。はい、もうEOS 5D の頃じゃないですけれども、一応やっぱりボケというのを、売りにしております。でこれね、スマホで皆さんライブ配信で見ますから、スマホでボケて見えるように見えてないとダメなんですよね。だから結構明るい大口径レンズが欲しくなるわけです。でうちはですね、最初はね、ライカのズミルックスとかですね、オリンパスのフルサイズのオールドレンズなんかを使ってたんですけれども、オールドレンズがいいのは電源オフにしてもフォーカス位置が残ってるっていうことなんですが、やっぱりコーティングが年代によって違ったりとか、まあ、あと色合わせがやっぱり大変ですね。全部特にカラーでやると、モノクロだと何でもいいんですけどね、カラーでやると味はあるんだけどもなかなかしんどいということで、最終的には現代レンズで統一しました。面白みは欠けるんですけれども、まあ、クリアな、映像っていうのと、まあ、あと一応オートフォーカスが効きますんで、最初だけオートフォーカス合わせて、まあ、置きピンにしておくと。最新の機種は GH5 とかだと別にオートフォーカスずっと効かせられるんですけども、うちの GH2 の場合は古いので、フォーカスをオートフォーカスをオンにしちゃうとフォーカスエリアのマーキングが出ちゃうんですね。なので置きピンでやるしかないということがあって、まあ、これは苦肉の策でやっております。でよく使うレンズは、シグマの 120mmF2.8 を3本セットレンズで買ってありまして、これが3カメ、ほぼいつも使ってるカメラです。だから映像としてはみんな同じ色合いになるということになってます。でこれが、まあ、MC アップ、ゲストアップ、ゲスト2番目アップみたいな、だから同じレンズを使ってます。でもう一つのカウンターが全体引きになってるやつですね、こう対面で映る部分は、まあ、アングルも違いますし、若干レンズのメーカーが違っても、差が目立たないということで、まあ、いくつか選択肢を用意してあります。普段は
30mm の F1.7 を使ってます。で僕が好きなのはどちらかというとこの 40mmF1.7 の方がギュッとしてていいんですけれども、何分もう距離が決まってるもんですから MC の人とかゲストの人の、まあ、体の動きの癖によってはみ出てしまうということがあって、まあ、安牌は 30mm です、まあ、それ以外に本当は3人までで僕はやりたいんですけれども、5人でやりたいとか4人でやりたいという場合もあるので、その場合は 24mm を使ってます。で最近さらに妥協してズームレンズも買ってしまいました。でもズームレンズはなるべく使いたくないというよくわからないあの男の美学があります。さあその後カメラアングルなんですけれども、カメラアングル、これ VR4HD のマルチビューだと思ってください。1カメ、2カメ、3カメ、4カメとあります。で VR4HD の機能名としてはオートスキャンという機能を使ってます。僕は自動スイッチングとそれを言い直してるんですけれども、オートスキャンというとなんとなく監視カメラっぽいから自動スイッチングと言ってます。自動スイッチングという機能はどういう機能かというと、1234、1234、1234って繰り返すんです。1324とかにはできません。逆もできません。だからカットのつなぎ順は1234、1234しかないんです。ただし間隔は変えられます。何秒ごとにカットが切り替わるのかというのは1秒から120秒ぐらいだったかな、変えられます。あとで何秒が良かったのかというのはどういうふうに導き出したのかのお話もしますが、なので1234があるんですけれども、まあ、うちのつなぎ順からしてなぜか1カメではなくて2カメから説明をしたいと思っています。なぜなら2カメがうちはあの MC カメラなので2カメから説明をさせていただきます。2カメはここにあります。そして常に MC その後ろの50センチ後ろの壁をぼかす、まあ、そういうようなアングルに設定してあります。なので誰が来ても大体同じようなアングルになっているというふうにしてます、まあ、ただそのどれぐらい絞るかとか、どれぐらい赤みを足すかとか、ホワイトバランスを上げるか下げるかというのは、まあ、女の子なのか男なのか明るくしたいのかテレビっぽくいきたいのか映画っぽくもうギリギリまで絞りたいのか、まあ、その、対談する主催の人と相談をして決めていきます。初期の頃はまだちょっといろいろ照明がまだ揃ってないのでかなりダークな感じになっていますが、まあ、モノクロだとこういう感じになると。これすべて今 120mmF2.8 のレンズの写真です。でこの今日お見せするこういうカメラアングルの写真というのはこの説明のために撮ったものではありません。実際に配信録画した先ほどの10秒ごとのインターバルキャプチャーが撮った実際の画面です。だからこの画質のものが録画されている。でエンコーダー通って配信されると、まあ、それは720とかになるので、あとライブシェルの場合は色の彩度が抜ける傾向があるんですね、エンコードが。だからカメラでちょっときつめにしてあってエンコードでちょうど肌色が良くなるようにしてありますので、若干あのギトギトした絵に見えるかもしれませんが、基本的には配信している映像と同一クオリティのもので説明していると思ってください。じゃあ1カメいきます。1カメはゲストのカメラです。ゲストのカメラはここにありまして、ここに座っている人を映してますけれども、この後ろにこちらにスクリーンがありましてプロジェクターがあります。そして時計があってオンエアランプがあるよあると、この背景に何を映り込むかというのは、まあ、全部計算して置いてあるんですけれども、まあ、こういうプロジェクターがあることによってここに映像を出して常にそこの映像を動かすことができるので、単調になりがちな自動スイッチングでも一番好評なのが最近は暖炉の映像を出しておくと、後ろに火がメラメラ燃えているという。でももうすぐ夏になるのでどうしようと思っておりますけどね、そんな感じでやっております。1カメはこんな感じで、時々手前にこれ実際はマイクはラベリア使ってますけども、あの骸骨型の古いラジオ局のようなマイクを置いて前ボケにキラッとしたものを入れていくと。でこれがまた2人になったりすると少し雰囲気が変わってきますけれども、基本的にこのカメラというのは C2 のゲストの人の表情、この3番の人の人を見つめる顔というのをうまく捉えられるようにしてあります、まあ、まさにスナックの感じですね。3人になるとちょっとフォーカスがあのなかなかきつくなって、 120mm だと、パンフォーカスにはしにくいので、難しくなってくるんですが、一応基本的には真ん中の人に合わせていくという形でやってます。そしてこの1234のうち
先ほど話したように MC に一つアップを割り振ってます。ゲストは二つのカメラを割り振ってます。ゲストの方がゲストの方を立てようと、ゲストの方を立てるということで4分の2はゲストを狙うカメラにしてあって、これは全体のカメラと。でこのゲストのもう一つのカメラは2つアングルが選べるという話をしましたが、一つはこちらから120ミリで狙うものです。そうすると後ろ側にこのスタジオ観覧車の人たちがちょっと入るんですね。そうするとこう飲食店で動くエキストラみたいな効果が出てですね、これはなかなか美味しいなと。今日来てらっしゃる方いましたね、ここね、はい。で子供なんかの場合は誰もいないので後ろに本棚が少しボケ足で入るというような形になっています。で僕の好きな3回目の B アングルは 50mmF1.4 というのを50センチの距離で食いつかせるんですけれども、あ今日来ていらっしゃってますね男性にはいいんですけども、ちょっと女性にはこう近すぎて、顔のあれがというのもあって基本的には男性推しの位置なんですけれども、まあ、やはりかなり近いので、これ実際にゲストの人が MC の人とゲストの人が差し飲みしているその間にカメラが入ってますので、もう本当に50センチぐらいの位置なんですよね。だから視聴者的には会ったことがない人でもそのゲストの人とめっちゃ近くで飲んでるような気分になります。これは本当に15分とか見るだけで全く印象が違いますね。その人初めて見た人も、だからセミナーで遠くでなんか登壇台で喋るのと全然違って、ある関係性を持った2人のとても親しげな会話の、しかも真ん中に50センチのところにいますから、ものすごい、リアルになります。で 50mmF1.4 になりますと前ボケというのもなかなか楽しいので、ゲッターロボのフィギュア非常に便利に使っております。これ赤いフィギュアなんですけれども、こういうふうにですねゲッターロボの耳をですね少し画面に入れると赤く光って女の子が華やかに見えるという、これ発見した時は嬉しくて嬉しくてみんなに言いたかったんですけどね、今日言えてすっきりしました。で、女性の時にはまたこっちね右にゲッターロボ入れると、でおじさんの時にも入れてみたりしてね、詩人の人だったんですけどもうかっこいいじゃないですか、外国人の時にも入れてみね、これ入れてみました。まあ、こんな形でオーソンウェルズみたいですけどね、まあ、こんな感じで前ボケは反射があって色があるものが華やかに映るので、まあこういうものをいくつか用意しておいてキラッと入れていくという遊び心でございます。最後に4カメ一番全体を捉えているカメラですけれども、まあこれはこういう感じです。僕の好きなのはこの 40mm1.7 この緊張感のある絵、もうちょっとずれたら後ろにはみ出ちゃうというこの緊張感が好きですが、保守的な場合は30ミリにします。30ミリだと、まあ、まあまあ普通だなという絵になります。まあ話のネタをこう黒板に置いたりですね、本を置いたりとか、まあ、そういったこともします、はい。まあ、お酒なんか置くとねこうスナックっぽい感じが出てきたりしますよね。これは古い iMac をもらいまして黒板にしてあります。あと DJI さんからドローンをもらってインテリアとして飾ってあります。でこういったルミックス同じカメラを4つ並べてあるとその中のフィルター機能で、まあ、簡易カラコレみたいな形ですね、リアルタイムで色味を変えられるので、まあ、モノクロ全部モノクロにしてみたり、女の子だからナチュラル系に振ってみたり、まあ、そういったことを、同じカメラの場合はできると。つまりなんか追加で高い機材を買わなくてもカメラのちょっとしたそういうお遊び機能で使えるという感じです。で一番広い絵は 24mm ですね、まあ、こういうワイワイワイやる場合ですね。そして、まあ、今回 のセミナーのタイトルにもあります自動スイッチング、これカット割りというのが先ほども言ったように1234しか順番がありませんので、その入力を差し込んだ順番がイコールカット割りになります。で VR4HD の中にはですねシステムメニューの3ページ目にこのオートスキャンというのがあります。ここをオンにすると下のオートスキャンタイムで設定した秒数で切り替わります。でこれは途中で止められます。だからよく最初だけ MC だけアップで解説をして、その後じゃあゲストの人と今日話しますって言ったらオンにするみたいなことをやったりします。あと話のテンポがゆっくりしてる対談の場合はこれ途中でやっぱり10秒がいいかなとかね、そういうの途中で変えられます。グイ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 と。
この2つ常に表示させておいてすぐ触れるようにしているという感じなんですが、飛沫さの場合、まあ、いろいろ試行錯誤した結果この順番に落ち着きました。まずゲストの顔、MC の顔、同一ポジション、同一角度の、まあ、切り返しが連続する。その後にゲストの正面の3カメが入る。そして全体のショットが入る。そしてまた戻る。これ何回繰り返しても自然です。で、秒数はですね、7秒にしました。7秒。これいろいろ実験しました。最初何秒がいいのかなってね。5秒でやりますとね、ちょっと自動スイッチング感が出るんですね。自動感、ループ感が出るんですよ。で、10秒にすると当然これ喋ってない人、喋ってない場合も10秒テイクしちゃいますから、このねちょっと喋ってない人が10秒映った時に若干の違和感を感じるんですね。でも7秒は自然なんですよ。これね結構説明しないとこれ自動スイッチングだと思ってない人も多いです。視聴者の中ではいいスイッチングですねなんて言われちゃって、いや誰もやってないんですけどみたいなね。自分でスイッチャーの仕事をしてるのにスイッチャーがいらないということを証明しているというね、まあ、この対談においてはですね7秒ごとやってます。だからワンサイクル28秒でやってるんですけれども、場合によってはカメラの端子をスポッと引っこ抜くこともあります。あ、これもういらないわ、引きはもう白熱してきてるからもうこの2つだけにしようとか、まあ、この場合ここ抜いちゃったらここが破綻しますから、このカットの際が破綻しますから、抜くとしたらこの2つ抜かなきゃいけませんけども、その場合は 2カメで10秒にするみたいなね、スポッて。端子には優しくないですからね、もうまあそんな感じでやってます。これは2人の場合で、3人が難しかった。3人はねいろいろ試行錯誤しました。いろいろ試行錯誤した結果、さっきのイマジナリーラインというものがこのラインに入って2人の間にありますから、本当はこう撮ったらこっちからも撮りたくなるじゃないですか、この人をね。でもこれ入れるとね破綻するんですよ、4つのループのサイクルから。なのでと悩んだ結果、まあこのいつもは1人のやつが2人の場合はこの人を撮ろうと。で3カメと言われてるやつですね、これはまあ、この左手のゲストの人を撮ろうと。ここでツーショットにしちゃうとね、こっちの人の印象が強くなっちゃうんですね。でもこれだとこの人とこの人とこの人は同じ秒数、完全に均等で視聴者は見ますから、みんなの印象が全く変わらなくなります。ということでこういうスイッチングでまあ最後戻っていくということです。だからカメラ位置は変わってないけども、まあ、3カメだけがちょっと左に振ってるという、これもワンサイクル28秒やっております。で、絵としてはちょっと力が弱くなるけれども5人でやりたいというような場合は、そういうワイワイガヤガヤやってるある人たちがあるタイミングであそこに集まってるというのを見せたいわけですから、この場合はカメラを減らします。3カメを減らして1カメ2カメ4カメ1カメ2カメ4カメっていう繰り返しにします。なのでこの場合は8秒ぐらい、7秒から8秒に変えてワンサイクル24秒でやってみました。まあまあ自然に見えました。そしてもう一つ、いや対談じゃなくて座談会やりたいんだよねみたいなニーズもあってですね、絵としてはな、座談会俺あんまり絵になんないんじゃないかなと思ってたんですが、まあなんとなくこうみんなが集まってる感というのもやってみると面白いなと。で最初こう後ろこう貧乏くさい換気扇とただのガラス窓だったんですけれども、まあ、座談会ニーズもあるということが分かってきたので、美術を作り込みまして木目のシールを貼ってですね、このなんか雑誌をいろいろ置いてみて、やってみたところ、まあまあここの換気扇はちょっとなんとかしたいんですけれども、まあまあ絵になってくるようになったということで、この場合はもうカメラを2つだけ、しかもカウンター対談がうちはメインなので、その位置からカメラを動かしたくない、あんまりその手間がかかってくると僕のコストになってきますからなるべくそのままの位置でパッと始められるからみんなに低コストで提供できるということで、カメラ位置を動かさずにちょっと振るだけでできる120ミリの2発で、やっています。この場合は10秒ごとにやります。でマイクもこれだけの人数になりますと VR4 の場合4発しか、まあ、XLR はありませんから、バウンダリーのマイクを置いて、まあ、食器の音も入りますけれども味っていうことでここに、隠しバウンダリーマイクを隠してみんなの
座談会を取るというふうにしております。さあ、そしてサブスイッチャーですけれども、カメラの絵が4つ回るだけではちょっと物足りない、やっぱり写真を挟みたい、パワーポイントを挟みたい、タイトルを挟みたいという時に、サブスイッチャーがいるなということに気づき、これは MC の人がゲストを前に立った時のこのカウンターを見た視点です。まあ、ここに自分のスマホを置いたりパソコンを置くスペースがありまして、ここに V1HD があり、 HDMI や充電ケーブルのライトニングやマイクロ USB があります。で、ここの絵が、まあ、ここに選択肢として出ていて、通常だったら自分のこの、まあ、今こういうふうにゲストはいるんですけども、ここにカメラが、ね、立ってるんですよね。3カメの A っていうやつが、で、向こうのゲストを狙ってるんですけれども、普通にセレクトしてるとこのカメラというのはその自分の後ろの絵をあの VR4 に送ってます、親スイッチャーに。で、ここに3つの入力がまだありますから、 iPad や iPhone をつないでもらってその写真を出すと、透明テプラで貼ってありますけどね、まあ、自分のスマホか相手側のゲスト側にある HDMI、まあ、それをまたライトニングでつないだりマイクロ USB でつなぐと、まあ、プラス思い出箱みたいなものも入れてあるので、何らか写真をループしたいとかタイトルだけ出したいとか、まあ、そういう場合は写真も選べるようにしちゃいます。まあ、このようにすることによってゲストの人が自分で進行できると。で、僕もやったのはですね、プロフェッショナル仕事の流儀風のね、 Google スライドで黒バックに、あなたにとって仕事とは何ですかみたいなのを何十枚も用意しておくわけですね。用意しておいて自分のカメラがテイクしてない時にシュッシュッシュッと iPad で見て、次の質問を出す。そうするとそれは何のために出したかというと、理由があって、僕がこのスタジオでやりたいことっていうのは自然会話型のインタビューなんですよ。で、インタビューというのは普通質疑応答になりがちなんですよ。FAQ みたいな、質問を出すと相手が答える、質問を出すと相手が答える。でも僕らの日常の会話ではそういう会話はしてないですよね。こっちが何かを話したらそれにインスパイアされて相手も話して、それにインスパイアされてしゃべってっていうのが本来のナチュラルな自然の会話だと思うんですけれども、それに近づけたかったので、なるべくそのただのインタビューにならないようにしたい。なので僕が質問を言うんではなくて、映像として相手のモニターに次の話題をこう出したい、まあ、カンペみたいなもんですね。ところでこの前のあれはどうだったんですかみたいなのをシュッと出した時に、あ、そうそうそう、そういえばさ、この前ねっていうふうに自然に会話が誘導できる。しかも映像としてはタイトルとして出てるので、視聴者の人は何か自然な流れで30分とか1時間の対談番組を見ることになるんじゃないかなということで、このサブスイッチャーを入れてやってみました。3回やって3回とも失敗しましたね。はい、タイミングとかいろんなものが、また練習したいと思います。そして自動スイッチングって結局、まあ、これ自動スイッチングだけじゃなくて、こういうマルチカメラのスイッチングでカメラマンがいない場合というのは、カメラマンがいると絵が変化しますよね。そのカメラが動きますからね。でも無人のカメラですから絵が変わらないわけです。だから4つの絵を繰り返し見せられるんですよ。だからさすがに退屈するだろうと。でもそこの精度を上げるのは僕は重要だと思っているので、その画面で映るところをどういうふうに華やかにしていくか、で人物が引き立つようにしていくか、そのことをずっと考えて日増さんのあっちやこっちやを手を入れてきました。まあ、カウンターですね。まずこのカウンターセットの部分で映る部分はどこかというと、まあ、MC の人が喋っている背景だけなので、まあ、そこをまず作り込もうと。つまりこの棚の部分ですね。まあ、本当はお酒を置いた方がいいんですけども、ちょっとお酒重量があって、ここちょっと怖いので、まあ、こういう食べ物で差し色的なものを配置しました。はい、だからこれ実際にあの食材として使うわけじゃなくて、あの色で選んでますので、なんとなくそういうものがこう後ろにあるという状態を作ってます。で、こちらは2人のゲストがこう映る、まあ、実際はボケるんですけれども、世界地図があったり、あそこがあの世界地図を外すとプロジェクタースペースプレイヤーっていうパナソニック製のやつがあって、スペースプレイヤーでロゴを打つこともできますし、まあ、いろいろごちゃごちゃしたもの、食器などをレイアウトしてあると。ドローンも最終的にはあの位置に落ち着きました。そしてゲストの人の後ろに映る部分ですね、
あの特にライブ配信をする場合はオンエアランプというのがあると雰囲気がいいのでオンエアランプよく売ってますよね、アマゾンとかでね。でこれ買うとね、なんか電球が入ってるんですけど、電球だとカメラ映り上真ん中しか光らないので、これ電球抜いて LED にして全体がふわっと光るように、まあ、改造してあります。これニトリの時計でなんかラジオ局っぽいデザインなので気に入って、後ろに置いてあります。なんで時計を置いてあるかというと、ライブ配信慣れてない人ってそれがライブなのかもうすでにある動画なのかっていうのは時々分かんなくなるんですね。なのでこれが今の時間だよ、今日なんだよっていうことを表現するために、時計の針が映り込むようにしてあります。そしてゲストの後ろの、まあ、ボケ足ですけれども、ここに雑誌の、背景が映るようになっているので、まあ、こんな形で雑誌の表紙を置いてあります。で最初は本当の雑誌を買ってたんですけれども、雑誌って、左側にこう傾いていくんですよね、あの 重みでね。なのでいらないと、もう表紙だけでいいやということで全部表紙だけにしてパネルにして、で車の対談するときは車の雑誌のこう貼って、まあ、あと最終的にこれボケますからね、権利的には、まあ、本物の雑誌じゃなくてもいいやということで JPEG を貼って、プリントアウトして後ろに貼るというようなことをやっております。まあ、美術セットですね。そしてここだけちょっとなんかお仕事っぽいんですけれども、とはいえ自分が今どういうふうに映っているのかという返しモニターというのはあればあったで、いいものです。大体は飲んでるうちに見なくなりますけれども、最初にどういうふうに自分が映るのかな、特にゲストの人ですね。ゲストの人というのは大体スタジオに最初に来て、1回だけで帰る方ですから、 MC の人は大体シリーズでやってくれますので毎回来るんですけども、ゲストの人が自分の見た感じを見れるように返しモニターを設置してあります。まず MC 側にもこういう返しモニターを設置して、今自動スイッチングしている様子が、リアルタイムで把握できるようにしています。でアダプターなんかも置いてあると。あと効果音の、まあ、これテレビっぽくなっちゃうんですけれども、拍手とかお金の音とかがする効果音のマシンなんかもポン出し機を置いてあります。でゲストの方は座るとこういうふうになってまして、まあ、時刻が分かるようになってて、この矢印の位置に座ってください、フォーカスが薄いのであんまり上下というかあんまり動かないでください、できればこの辺りで喋ってくださいというふうに最初にオリエンテーションをして、あそこでスマホを充電しながら自分の Facebook ライブとか LINE ライブを見ながらやれるようにしてあります。でここにモニターがあって、それが映っている状態が分かるというふうになっています。さあ次に重要なのがライティングです。最初にやった頃はもう本当にペンダントライト一つでやってたんですけれども、やはりこのスタジオでお金をもらおうと思うと、もう少しその照明の精度を上げなければいけない。ただし、まあ大規模な照明にしていくと出演者が威圧感を覚えてしまうので、なるべくライトなものでいこうということで、こういうふうにしてます。まあ、ライトレールが2本あるんですけれども、そこに LED の灯体を12個ぐらいつけてるんですが、カウンターでは今は8個つけてます。でこれアマゾンで売ってるバーンドア付きの LED ライトで、これ3000円ぐらいなんですけれども、まあ、奥に LED を入れて、まあ、この角度で、まあ、かなり絞れると。本来はまあ照明機械っていうのはね、あの黒じゃないとおかしいんですけれども、まあまあちょっとここに黒がいっぱいあるとちょっと威圧感があるんで、うちはちょっと白で買ってみました。で最初の頃はもうこの施設にあった LED の玉を使ってたんですけども、やっぱ LED の玉もね、黄色みが帯びてたりとかいろいろ混ざるとダメなので、一回全部統一した LED に全部変えまして、それをストックしておいて絶対に色が変わらないように。あと安い LED ってすぐこうピカ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 ってこうダメになりますね。そのもうなんかおかしいぞっていうのはすぐ捨ててどんどん変えていくと。なのでカメラのホワイトバランスとかそういうものはだいたいこの LED がフィックスできた段階でそのスタジオに最適なものが分かったので、だいたい同じ絵になるようにここ3ヶ月でなってきました。で僕はね、非常におすすめしたいのがこれなんですね。このうちの LED はこう上にですね、番号がついてるんですね、5678と。でこれをこのリモコンで独立してオンオフできるようになってるんですけれども、これねエルパーが出してる900円ぐらいの赤外線アダプターなんですね。
ライトレールの間に挟みます。挟むと自分の好きなリモコンのボタンとそのここをリンクできるんですね。長押ししてこっちを押すとピュッて好きなものがリモコンになるんです。だからよく昔のビデオデッキとかブルーレイとかもう使ってないリモコンいっぱいあるじゃないですか。家の中にボタンがいっぱいついてるものだったらいいので、それを記憶させて、今日は暗めでいこう、ピッ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 みたいな形でやってます。これとても便利で、分かりやすいリモコンも買って、使ってます。そしてですね、まあ、絵の話を今までしてきましたけれども、すごく重要なのがライブ配信においてですね、音です。音が目指すべきはラジオの音ですね。一番普通に聞いてるラジオ、あれに近づけようということでマイクは選んでるんですけれども、まあ、予算の範囲でうちの場合はゼンハイザーの AVX にしました。ちょっと前はソニーの B 帯を使ってたんですけれども、やっぱりこのデジタルのゼンハイザーの方が人の声の領域がうまくこう公に飛んでくるということで奮発してこれは買いました。ラベリアマイクです。で、本当はこれ延長してアンテナっぽくした方が感度は良くなるんですけれども、まあ、うちの場合はもう2メーターぐらい横にスイッチャーがあって出演者がいますから、今のところこれでそんなに受信障害は出てないけれども、見る人が見たらこんなんじゃダメだと言われそうです。はい、これ給電してまして、まあ、これが受信機で演者の人はラベリアマイクがこうついているという状態ですね。だから3人の場合は3本使いますし、4人の場合は4本使います。で VR4HD 4つまで入りますから、これよく忘れちゃうんですね、どっちが一番だったかってね。テプラで入りましたけれども、1234と貼っておいて、まあ大体、AVX の場合はゲイン真ん中ぐらいがちょうどいいぐらいです。でこれを上げて上げ下げしてメインを上げて、やっていくと。リバーブついなんか触っちゃってて、なんかこうリバーブがかかっちゃってたら怖いんで、こう印をつけてあります。で VR4 の場合は、まあ、デジタルミキサー中に入ってますので、まあ、そこそこ音のコントロールもできます、のでうちの場合はですね、先ほどの MC の後ろに実は冷蔵庫がありまして、冷蔵庫のサーモスタットがわーっとかなるんですね。じゃあ冷蔵庫動かしちゃいいじゃんって話なんだけど、やっぱりお酒飲みながらとか、まあ、そういうのも含めて環境なので、まあ、冷蔵庫は動かさないね。でタバコを吸いながら配信するときはもう換気扇とかもつけちゃうんで、まあ、とにかくローをカットしてハイをカットして、やってます。でディレイはね、うちの場合は90ミリぐらいで、これカメラによりますよ、 GH2 の場合は90ミリでほぼほぼいい感じになりました。はい、これややこしいのがね、カメラを種類変えるでしょ、 GH2 と GH3 にするとか GH5 と GH2 にするとか、カメラごとの、ね、ディレイが違うんでちょっとややこしいんですよね。だから同じカメラという前提であればマイクとカメラが同じだから、このズレは全部同じはずだという、理論的にはね同じはずだということで、マイクはうちの場合は全チャンネル90ミリディレイを入れてます。で、まあ、パンは全部センターにしてます。そしてマスターのミックスされた音のマスターの出しのとこで、コンプとリミッターをかけてます。ここにもオグジュアリのディレイありますけれども、オグジュアリじゃないディレイというのはここにはないので、各チャンネル段でマイクのディレイをかけてあげるという形になってます。で対談の場合はこういうラベリアマイクを、あ、違うバウンダリーマイクを使います。これはいろいろヤフオクとかでちょっと試してみて、まあまあこのオーディオテクニカのなんかやつはいい音でした。さっきの大きいやつよりこっちの方がクリアでしたね。なんかアメリカの型番でしたけども。さあ、そして皆さん気になる収録&配信システムですけれども、収録だけもできます。配信したくないという人は録画だけして、その SD カードを、まあ、データで納品してあげたり、カードごと持ってきてもらって録画をします。で配信したい人は録画プラス配信もします。そんなに変わりませんシステムとしては。まあ、先ほど話したようにライブシェルで3チャンネル配信できます。もう一つライブシェルプロでもう1チャンネルできます。でレコーダーはちょっと IO データの、ゲームレコーダー使ってますが、性能的には非常に不満があるので、これはやっぱり今買い替えたいと思ってます。でこれはスプリッターですね。でライブシェルの場合、ライブシェルっていうのはこのハードウェアエンコーダーなんで、そこに入ってきたものを3つエンコードして出すわけですね。
でそれを制御するのはスペック何でもいいんですよ。パソコンでもスマホでもできちゃうんで、普通にね配信パソコンって考えると、その配信パソコンのスペックとかそういうものによりけりな依存しちゃうわけです。だから結構ちゃんとしたパソコンを用意しておかないと、配信にパソコンを使うっていうのは怖いんですよね。ちゃんと管理されてればいいんですけど、でもその上その部分がハードウェアエンコーダーを使うと楽だと。だってこいつがやってくれてるから、このパソコン、それに指示を送るパソコンというのはアトムのパソコンでもいいわけです。別にインテルの CPU 積んでなくてもいい。ただブラウザが見れてインターネットが安定して見れてればいいと。でライブシェルのダッシュボードというのがあって、このブラウザ上から送り先を指定します。まあデフォルトでもこれだけのサービスありますし、 RTSP サーバーモードもありますから、物理的にはもうサーバーのアドレスとストリームキーがもらえればどこでも配信できます。なのでうちの場合はこれね、テレビ局とかラジオ局とかと違って、うちはスタジオですけれども、うちのスタジオのチャンネルがものすごい影響力があるわけじゃないんです。うちで配信するときはその出演者の人の一番影響力のあるところに出すんです。その人が YouTuber だったら YouTube だし、その人が Twitter フォロワーが多いんだったらツイキャスに出す、まあ、そういうことですね。なので、どこに出すかはお客さんが決めて、いくつ出すかもお客さんに決めてもらうと。そのためのストリームキーとサーバーアドレスを当日、まあ、メッセージでいただいたりコピペでいただくと。その作業が必要なだけです。それを入力してポンと押すと、そこへボーンとストリームが出てきますから、最後の発射ボタンだけお客さんが自分の Facebook ページから押すとか、 YouTube のコントロールパネルから押すという、最後のね発射ボタンだけお客さんに押してもらうという形になっています。ちなみにライブシェル X の場合はここでも録画ができます。はい、録画と、配信もできますけれども、チャンネル数が減りますね。はい、今ちょっと話しちゃいましたけれども、うちでよくやってるのは Facebook ライブが多いんですが、まず MC の司会者の人の個人のタイムラインに1個出します。でもう一つ重要なゲストの人にも、ゲストの人のタイムラインから出します。でうちのひまわな犬スタジオの Facebook ページからも出します。なんで同じ Facebook に3つも映像を出す必要があるのか。1つの映像が出てればそれをシェアすればいいじゃないかと思いますよね。でもシェアってね、友達に到達しないんですよ。よっぽどコメントされないと。なのでこれが効くんですよ。やっぱり本人のアカウント、誰々さんがライブ配信をしてますって出ますよね、よくスマホの中で。ああいう風な状態にするために、同じ映像なんだけども3つ出す。でこのゲストの人のお友達って MC の人知らないと絶対コメントしないです、ここに。でコメントしないとこの URL は拡散弱くなります。なのでそのゲストの人のタイムラインに出ると、あの人のライブ配信だから、友達だからコメントしよう、コメントが来るんですね。だいたい見てますとね、ここに影響力のある人がゲストでブッキングされるとドカーンと視聴者数が上がります。だから同じシリーズの番組でもゲストの人の影響力でだいぶ違う。はい、そういうのがあります。まあ、ただ Facebook ライブはまあ今ね割と高齢化してますのでもうちょっと若い人が来た場合は Facebook ライブ、YouTube ライブ、LINE ライブというふうに出し先を変えるというようなこともやっていきます。大学生の人なんかはね、ショールームが好きですね。フレッシュとショールームが好きなんで、そういうところに出すと、アバターがうじゃ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 いて投げ銭をして、なんかチャリンチャリン課金が来るみたいなね、そういうの好きですね、若い人はね。なのでまあナウナヤングはツイキャス、ショールーム、フレッシュみたいなことに出していく。でこういうふうに複数出していくとね、一つ問題点はそれぞれにコメントが返ってくるから、それぞれ見とかなきゃいけないんですよね。でそれを拾っていかなきゃいけない、まあ、拾わなくてもいいんだけども、まあいろいろ出せば出すほどそこで見てる人がなんだよコメント拾ってくれないじゃないって言って次の視聴から来なくなるみたいな、そういうサイクルもあるので、そういう意味では Facebook ライブっていうのは特にコメントはそんなに来ないけど、静かに見ててくれるっていう意味では、非常におじさんには向いてて、まあ、ヒマスタには Facebook ライブが向いてるかなと思ってますが、お客さんが要望があれば出すのは別にノンポリシーなのでどこにでも出します。まあ、これまで、ここに来るまでそもそも明確なコンセプトで、
スタジオ事業だけで儲けていこうと思って作ったわけではないので、まあとりあえず作ってみたけどみんな面白いと思わないみたいな、そういう段階なんですけれども、じゃあこれどういうふうに回していこうとしているのか、あと先ほどのそのコンテンツの権利というのはどういうふうにやっているのか、言ってみればスタジオを運営しながら人のコンテンツを自分のもののように扱っているわけなんですけれども、まあそれはどういう仕組みでやっているのかのお話をしたいと思います。ちょっとまあ歴史を振り返るという意味では、あの最初に自動スイッチングしたのは2016年10月みたいな、V1HD というやつでやったんですけども、最初はこんな絵でした。本当にペンダントライトを一灯で、まあ、そのやってみたと。で初めにやった時に自動なんだからまあ退屈だろうと、ループで回るだけだからと思ったんですけど、やってみました。そのアーカイブを自分で客観的に見てみたら意外といけるなということが分かったのが2年前でしたね。それから結構まあそのこれはとりあえず飲み会を中継してみたみたいなテストだったんですけども、それからどんどんハマって、まあ、いろいろなものをチューニングし始めたという歴史があります。これは歴史的な最初の自動スイッチング対談番組ですのキャプチャーです。なので、まあ、絵の完成度を上げていこうと、絵の完成度を上げるために、まあ、例えば左側が、4ヶ月前の絵でした。で、まあ、後ろがやっぱりちょっと暗いなとか、物のレイアウトがあまり良くないなということで、レイアウトを見つめ直してボケた状態のカメラで絵を見ながらどういう色を入れていったらいいのかということでいろいろやって、この赤いやかんを動かしたり、ちょっとこのなんかビーンズ入れてみたりとか、こう線を統一してみたりとか、まあいろんなことやって今、まあこういう感じになっていると。でそうですね、こういうところステッカー入れたりとかですね、まあこういう形で絵の完成度をワンカットワンカットアングルごとにチューニングしていったと。でこのまあ、大口径レンズ使ってますんで、まあ、ほとんど、まあ、引きの 4カメは 3.2 ぐらいの絞りで50センチぐらいのフォーカスにしてるんですけど、他のやつは大体もう開放でやってるので、もう10センチぐらいしかフォーカスがないんですね。なので非常に薄い、フォーカスが薄い、薄いので合わないんですよね、液晶じゃもう全然、まあ、老眼だし。なのでうちの場合は100インチのプロジェクターでフォーカスを合わせてます。僕はここにいつも立って、ここの VR4HD をいじってるんですけども、最初の段階でここにこう映してると。100インチなんで、まあ、フォーカスの山がつかみやすいので、それで各フォーカスをチェックして、まあ、最初のこの置きピンでいこう、この人はこれでいこうっていうのを決めます。それと先ほどのその後ろにモヤモヤしたものが映ってたりとか動いてたりすると意外と絵の変化が出るということで、プロジェクターにAmazon の Fire TV をつないでありまして、で Fire TV って映画だけじゃなくてアプリがあるんですけれども、アプリでいろいろ探してきまして、暖炉のアプリを使ってます。で暖炉のアプリも10種類ぐらいあるんですよ。でものすごいなんかこうループが分かりやすくてダメな暖炉アプリも多いんですけれども、僕の使ってる暖炉アプリはとてもいいです。何の暖炉アプリかっていうのはよく分からないんですけども、今度キャプチャーブログに書きますけども、この暖炉アプリは無料ですごくいいです。で季節によってそれは変えます。こういう水槽のアプリもあるんですね。熱帯魚、昔のスクリーンセーバーね、 Mac のスクリーンセーバーみたいな熱帯魚、これずっと動いて、これもループが分かんない。クラゲとか熱帯魚もあるんで、夏はこういう涼しげなものを後ろにやってます。で女の子の場合はさっきのこうなんか Amazon で2世ぐらいのこうぐる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 なんか回ってるようなちょっとスナックっぽい、まあ、スナックこんな照明してないか、こういうのをやったり、あとスターダストっていうキラキラ素材がこうループしてるアプリもあるので、まあ、女の子の後ろにそういうちょっとキラキラしたものを入れたりとかもしています。なのでこれはまあうちの場合はプロジェクターを背負ってるということで、ボケ足がプロジェクターだから、そこで、ループしてるアンビエントの映像を一つの背景にしていこうということで試行錯誤しています。あと光物を使って背景に差し色を入れるっていうのは、先ほどのまあオンエアランプみたいなものをこういうところに、これはまあ人の座り位置によって位置を調整したり、この人は炎のプロジェクターを背負ってますけども、この人の場合はまあ GT、スーパー GT の選手なので、そのポスターをここに貼って少し嫌味のないぐらいにポスターがいつも見切れるようにしているという感じです。
カレンダーを配置してライブ感を強調する。これ今日やってるんですよ、今日やってるんですよということで、まあボケてますけども、オクトーバー16とかね、こう日付を入れて、これは300円ショップですね。何だったかな、忘れました。300円ショップ。あと、まあせっかくそういうものを作ったんで、やっぱり人のインタビュー面白いものを撮っていきたい。でも、まあちょっとお金も欲しいなということで、自分で助成金を取りに行って、千代田区の助成金をもらって、こういう自然会話形式のインタビューで千代田区を面白くしている町のキーパーソンを呼んでインタビュー動画を作りましょうと、そういうのを助成金申し込んだら、プレゼン、こういう感じでプレゼンしたんですよ。わーってプレゼンしたら、あのうまく取れましてインタビューを作っております。はい、それとこれからこれはやっていきたいことなので、皆さん共感する方がいらっしゃったらお客さんを紹介してくれいただけると嬉しいんですけれども、まあ、写真館ってありますよね、七五三とか、そういう時に写真を撮ると、あれのムービー版をやりたいということで、ムービー写真館みたいなことを今テスト的にやっています。で、親子の会話というのを撮りたい。で、みんなスマホでも動画大体撮ってますけども、こう自然な会話というのはなかなか残りにくいので、うちのコータ9歳だったり、知り合いの子どもの5歳の子とパパが喋ってる様子を動画にしてキャプチャーして、それを宝物にしませんかというようなテストをやっています。で、小さい子と親だけではなくて、自分の親の世代ですね、面と向かってなかなか喋れないけれども、あえてその第三者がいるところで喋ることによって、何か貴重な証言とか自分が生まれる前の話を聞くみたいなことができないかな。これはモノクロでやっています。そして対談だけじゃなくて、もっと座談会をやりたいというニーズに対してテーブル配信というのもちょっと今調整をしているところです。こんな感じの絵ですね。そして、まあ、これは本当に、お客さんから自然に出てきたニーズがそのまま一番うちの、なんていうの、パッケージになってるんですけれども、2時間、その場合はだいたい3時間なんですね、1時間配信、1時間パーティー懇親会、準備30分30分の3時間というコースなんですが、配信と交流会をセットにすると、このコミュニケーションエリアにお客さんを入れて、飲み食いしながら対談を聞いた後に、その先生を最後一緒にテーブルでさらに1時間ゆっくり話をするという公開収録型のサービスです。まあ、こういう大学みたいに、あの若い人の、これはモア大学という大学なんですけれども、先生がカウンターで喋りながら配信をして、それを実際生徒さんが聞いているというようなこともやっています。で、さらにここに入りきらない場合には、手前の部屋にシアターを作って、そこに中で起こっている対談を SDI で伸ばして、そこにこう芸能人のファン、あのアーバンギャルドの、ボーカルの方の時はここに20人女の子が来て見てました。で、最後その、ボーカルの人が挨拶してファンと握手して帰ると、ファンはお金を払って、映像を見て帰るというね、握手はできるという、そういうことをやってます。まあ、なので後ろではまあこういう漁港で飲むようなレイアウトから、普通にテーブルでちょっとしたみんな持ち込んだ料理を食べるみたいな、ワインでもてなすみたいな、まあ、飲食店ではないので皆さん持ち込んでいただいたり自分で作ったりしてやっております。あとこれは本当に小ネタですけども、そういう後ろでパーティーやってる時に、立食パーティーしてる時に、何かスナックをつまみながらお酒を飲むのにいいものがありましたというネタで、こういう空中に、この丸テーブルの上に空中でスナックトレイを浮かせるんですね。そうすると下にコップが置けて、しかもそれのスナックつまみも食べながらみんながちょっとずつ動くので、とても交流がしやすいということが分かりました。まあ、こんな感じでやりながら、まあお酒を飲みながら対談ができるという、たった一つのコンセプトをやってみた結果、いろんなニーズが生まれ、僕自身もそれに合わせていろいろ改良しながらやっているということです。まあ、最後にお金の話ですけれども、広告費ゼロでうちのヒマナニューススタジオというのが面白いスタジオらしいということを広告したいということで、コンテンツ割というのを作りました。うちの4月からの料金体系はこういうふうになっておりまして、目指したのはですね、だいたいスタジオ、要するにグリーンバックやブルーバックのスタジオって、都内のいわゆる e ラーニングを取るとか、
それこそセミナーを取るみたいなものは1時間5万円ぐらいが多いんですね。1時間5万円ぐらいのスタジオ料金を普通に企業からはいただこうということで、この法人料金というのをまず設定しましたと。で、それに対して個人はもうちょっと安くしていきましょう、どんどん安くしていく、まあ、どちらかというと僕はその個人の面白い人と出会いたいというのもあるので、がっつり法人からはお金はいただくんだけども個人には優しくしていきたいということで、このような料金体系に今4月からしています。で、まあ、これでも相当安いんですけれども、2時間で1万円ですから1万円であの動画が手に入りライブ配信ができるって安いはずなんだけどなと思ってるんですが、でもまあ1万円ちょっとやりたいけど個人で出すにはとまだ思う人に向けてさらにこのコンテンツ割というものを作りました。でそれが先ほどお話しした僕のチャンネルでも配信させてくださいと、配信していいですかと、でこういうふうに広報材料として今後使いますよと、その代わり半額でいいですよと、これを今大プッシュしてまして、まずここの枠がどんどん埋まり始めました。今午前中行かなきゃいけなくなっちゃったスタジオになんだここ来ないなみたいなね、企業のここ来ないぞみたいな、まあでもいいんです、こういう新しくね、やってくれる人が増えるのはいいし、そもそも自分が徹子の部屋の徹子じゃないですか、自分が徹子をやってゲストもブッキングして自分でね、この配信してみんなに見せたいなんて人は世の中にとっても少ないので、もうこれに反応してくれるだけで嬉しいですね。そういう人たちと出会っていけたら面白いなと思ってます。まあ、なので、今こういうような料金体系でもうコンテンツをシェアしましょう、その代わり利用料半額にするというキャンペーンをやっております。はい、その配信 の, そのキャンペーンを使って一番、うちのスタジオの名前を世に知らしめてくれたのが田中素子さんがやっている素子の部屋という番組です。今喫茶ランドリーという森下にですね、洗濯ができたり家事ができたりアイロン掛けができたり喫茶店でやれたりっていう、そういう場所が今話題になってて結構テレビでも取り上げられてるんですけれども、この素子さんという人が毎回街づくりの達人だったり、パブリックマインドというテーマでゲストを呼んで番組を作ってくれました。でこの田中素子さんが初めてヒマナイヌスタジオの自動スイッチングのシステム、まだこんなにあのメニューにしてなかった頃ですよ、こういうのできんですよっていう、もう飲みながら話したぐらいの話なんですけど、面白いね河合さんそれやろう私やるわみたいな、それで番組作ってくれたんですね。で最初の頃こういう番組やってもらって、でもう1年前になりますけれども、かなり例えばこれなんかシェア46件みたいな、ゲストによって再生1万回みたいなのになってますけども、こういうふうにゲスト呼んで毎回やってくれました。これによってね、この番組だけでもね5万人ぐらいの人が延べではね見ていただいて、それであのなんかいつも飲みながら喋ってる番組面白いねみたいな形でヒマナイヌスタジオの映像っていうのがこう世に出ていったということがあります。なのでこういう事例が僕としてもどんどん増えていってほしいし、何かこう発信したい、誰か自分の人脈と面白い人を呼んでそこで何かやりたい、まあ、そういう人がヒマナイヌスタジオに来てくれたらいいなと思います。はい、で先ほどのコンテンツ割というのはどういうことかというと、メインの配信はその人のチャンネルです。だから回数が多いんですね、全部こっちは8000回とか1万回とか言ってますね。配信してるときはここをシェアします。僕らも当日はこれやってるよやってるよ、でも裏でヒマナイヌスタジオにもアーカイブしてるんですね。でこっちは別に拡散しません、僕らの保存用というかうちのスタジオのアーカイブとして残ってる。だからこの割引を使わない人はここにしか配信しないわけですね。うちは配信しない、録画したものとこれが納品物という形になります。じゃあ最後まとめですけれども、まあ、ヒマナイヌスタジオというのを作ってみた、まあ、情熱に駆られてフィールドオブドリームスの野球場のように作ってみて一体何が起こったのか、やっぱりその場で起こっていることをもう最小限の機材とそしてスタッフすらもゼロにする、そして配信記録するっていうこと自体が僕は面白いなと思いました。さらにその場所に出演者しかいないという状態を作ることが面白い。いつも仕事ではねスタッフいっぱいいますし、こう AD さんが後ろで、はい、あと何秒ってね、そういう状態で、やるわけですけども、誰もいない放置するというね、その状態が面白い。そしてゲストの人もだんだん自分の場所だと思ってその人の素に戻ってくる、それがすごく面白いと思いました。でうちの場合は15人しか入れないわけですけども、最大でもその15人しか入れない場所で起こっていることが一晩で何の広告費も使わず
数千人が、さっきの元子の部屋でいうと大体平均3000人から5000人が一晩で見てましたけれども、まあ、そういった形で配信できる、さらにアーカイブが YouTube で回る、もしくはその動画アーカイブをテキストにしてウェブサイトにする、まあ、そういった形でそこで起こったインタビューがいろんな形でコンテンツとしてインターネットの大海原に残っていく、これが面白いなと思いました。そして同じ場所の同じアングルなのに、たった4つのアングルなのに、そこに入る人が変わるだけでコンテンツが全然変わってくる、これも大きな発見でした。そして何よりやっぱりね、この自然会話形式での対談というのを面白いと思った人が私やりたいって言ってくれるから、でその人が最初来るとガチガチなんですよ、大体は1回目って。でさっきの質疑応答になっちゃうんですよ、質問用意してきて、次は何でしたっけみたいなね、プロフィールを読みますみたいな。でも2回3回やるとね、だんだんその暇な犬暇スター流みたいなものを分かってきて面白くなっていくんです。これはすごく面白いです。だからそういう自分が配信したものをもう一回客観的に見て、視聴者として、うん、こうやった方が良かったなとか、言い方が面白くないなとか、また改良してくるような、そういう一般の人なのになんかそういうラジオの構成作家でもありナビゲーターでもあり出演者でもあるみたいな人が出会える。だからこれは場所を持って良かったなと思います。そして今ヒマスター型のスタジオが全国にちょっとずつ生まれ始めました。今日来てらっしゃる筑波のスタジオやね、京都でもスタジオを作ってらっしゃる方います。今 Facebook で、まあ、そういった方たちグループにしています、ライブ配信機能付きコミュニティスペース運営者連盟というのを作りましたので、まあ、そういうのに興味がある人はそこに入っていただいて、ノウハウを、あの機材うまくいかない、まさにさっきの HDMI がうまくいかないとかね、そういうのをこうシェアする場所を作りましたので、まあ、Facebook で検索していただければと思います。次は皆さんが作る番です。ということで今日は終わりたいと思います。3時になりました。ありがとうございました。